こんばんは、青木カノンショッピングのお時間です。本日より私の公式オリジナルグッズが発売開始となりました。見てください、かなりラインナップがございます。今までグッズ発売したいなとかいろいろ考えてはいたんですけども、結構時間がかかってしまいました。今回はですね、第1回目の発売を祝しまして、素敵なゲストと一緒にグッズたちをご紹介したいと思います。ゲストの片琴乃さんです。どうぞ。こんばんは、片琴乃です。とっても楽しみな商品ですね。いいですね。そうですそうですね。ではまず1品目をご紹介します。どうぞ。青木カノンクッションです。見てください、実は私のキャラクターリニューアルいたしまして、近々は、オープニングあとエンディングもこの第3世代になる予定なんですよ。片琴乃さんどうですか。いいですね、柔らかそうですね。はい、では第2品目のご紹介です。こちら青木カノンロンティーでございます。こちらは2色展開で男女問わず着れます。今手元にはないんですけども、 T シャツの方もありますので、そちらは公式ページをご覧ください。片琴乃さんどうですか。可愛くて素敵です。もっと なんか他の部分とかで感じたことあれば。そうですね、特にないです。3品目はこちらでございます。青木カノン手帳型スマホケースでございます。めちゃめちゃスマホケースオタクでいろんなケース集めてきたんですけども、かなり可愛く仕上げていただいてます。ペイントとかそのしっかりと質感もよく出来上がってるんで、私的にはかなり満足してます。こちらはですね、基本的にいろんなスマホが対応となってて、 M サイズだと iPhone の無印サイズ、そして L サイズだと iPhone のプラスや MAX サイズなどが合うので、ちょうどいい、スマホのイメージがしやすいと思います。そしてこちらのケース、どうやって装着するかというと、中を開けていただくとこのように吸盤がついています。この吸盤にスマホの背面をつけることで、いろいろなスマホにつけることができます。そしてカメラ穴が開いてないと思うんですけども、こちらをこのようにスライドすることによってカメラがちゃんと出てきますので、ご安心ください。あとこのカードポケットもありますので、クレジットカードとか、あとは交通系のカード、いろいろ対応できると思います。個人的にはかなり一押しの商品となってます。片琴乃さん どうですか。なんかサンリオに似ているのでパクリに思えますが、素敵ですね。どんどんいきますよ。4品目は青木カノンタオルでございます。こちらです。可愛くないですか。個人的なこのお気に入りのポイントなんですけども、この葉っぱが単独でプリントされているんですよ。これ可愛い。片琴乃さんどうですか。素敵ですね、なんか いいですね。そしてお次が最後の商品でございます。かなりこだわりポイントがありますので、ちょっとご覧ください。こちら青木カノンパーカーでございます。これは特にこだわりがあって、すごくこの絶妙な位置にワンポイントで新キャラを配置することで、すごいなんだろう、シュールな仕上がりになってます。この謎な位置がその周りの視線を集めること間違いなしです。やばいやばいでしょこれ。なんだろうみたいな。どうですか片琴乃さん。そうですね、普通じゃありえない位置にキャラクターがくぎ付けです。ちょっとダサいですけども、青木カノンさんのファンなら欲しがるんじゃないですかね。いいですね。皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、初めての青木カノンオリジナルグッズが発売ということで、お知らせの動画を出させていただきました。かなり私の思い出のあるデザインになってますので、よかったら気になる方は画面の下からチェックしてみてください。
もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、画面の下からフォローしてね。また次の動画でお会いしましょう。え、これさ、サイズ感良くない？なんか XL でこうやってダボって切るとちょうどいいね。で、これがもう謎だよね、このキャラクター本当だよ。で、これがシュールすぎて笑っちゃうんだよね。もうなんかもうほんとステマみたいな。いや、でもこれはちゃんとした販売ですからね。ステマじゃないから、ステマじゃありません。あ、これ普通にかっこいいっていうか、なんかしかもこれさ、下は丈が長いからさ、これなんか女の人でも全然いいかもね。おしゃれに着れそうね。あ、いいね。絶対おかしいだろ。人肌が恋しいなって時に、ぼっち専用ね。一人のクリスマスをこうやってね、うちのねキャラクター、これ第三世代なんです。実はちょっと変わってんの、髪の毛伸びてんの。かわいい。これえ、かわいいよね、うん、前よりいい。かわいい。